こんにちは、辻岡です。今日は10月4日バチトレールセンターやってみましょう。まずね、ちょっとメッセージもらって、チンクルの台どうやったらね落ちるのかっていうのを検証してくれてる方がいて、バッジキャッチャーに入ってから、練習行く前にね入ってから、R ボタンを使って右に行くと落ちるよというふうに教えてもらったんで、ちょっとやってみましょうか。これか。さあ R ボタンで移動するとチンクルが本当に落ちてくれるかな。ブルブル震えて、ブルブル震えて、本当に落ちた。なんかね、これ並べ直しするとうまくいかないみたいなんですよ。あと左側に行くとうまくいかない、練習台から移動して右側に行ってもうまくいかないっていう風にね研修してくれてました。で、だから入店して、そのままね、これ今星マークで全然プレイできない状態ですけど、まあ、練習台行けばね小当たりとか当たって1プレイぐらいはできると思うんで、入ってすぐ R ボタンで右にタタタタと行ってチンクルを見るという形で、こういう風にね落ちてくれるので、皆さんね、チンクルまだねゲットできてない人やってみてください。さあそれじゃあ練習台行きましょう。さあ今日の練習キャッチャーはヤギの台ですね。リズム天国からヤギ、謎の餌をあげてレベルアップ。ちなみにリズムゲームじゃないですよ、いろいろ謎っすけど楽しいっす。じゃあ練習スタート。餌なんだこれ、上の玉ねぎみたいなの。さあそうだな、まずは上をきれいにしていかないといけないので、一番左の餌取っていこうか。ほい、下に落としいの、つかみいの、巻き込んで落ちいの、あれ巻き込んで落ちて、おし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 、おし。さあ玉ねぎ、あ玉ねぎじゃないや、餌がひっついてるけど大丈夫かな。ここに、ほい、あーちょっと、はい、あー入ったね。ヤギはそんなに重くないので、取れるでしょう。さあもう一周行きたいね。奥もほい、よし、よしよし、もう一周行ければ結構取れると思う。そして餌をしっかり取る、真ん中でほい、ずれないね、大丈夫。さてまた奥の餌取っていきましょうか。ほい、奥の餌をバッチリ取る、えい。さあさっきと同じように投げ倒してくれ。あーそっち側行っちゃ、そっち側行っちゃったか、ちょっと少なめ、13枚。うん、おお当たっちゃった。明日でよかったんだけど、当たりプラス1プレイで4プレイゲットですね。さあ今日は爆弾台ですよ。まあ行く前にチンクルの台をねちゃんと回収していきましょう。さあ行けば落ちてくれます。おいしょおいしい。いいね、行くぜ。今日は爆弾台から、まずはやっぱセオリー通り穴に入れた方がいい。行こうか、穴に入れる、ドン、うむうむ。さあ次どこ行こうかな。次はリンクの背中あたりに、ほい、行け、わおわお、全然行かない。やっぱり下からじゃないとダメか。穴に入れるぜ、ドン。おい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 、うわーむず、ちょっと行け、よし、あとリンクだけになった。
なかなか難しいね、これね。これも下からじゃないとダメだよね。はい、チンクル、チンクルもゲットしましたよ。そしてマスターソードとかゲット。おしゃれプレイもいっちゃうよ。さてと、いくぜ。リンクをしっかり落としていきます。せい、あー、だけど、あー、やっぱりね、これ早めに向こうに行かさないといけないんだよね。だから引っかからしたらダメ。難しいな、もう。引っかからしたらダメ。いけ、よし。あー、なんとか取れたけど難しい。すっげー手数かかったね。4437手かかっちゃった。さあ、唯一またプレイしてない台、これ2手じゃどうしようもないな。そうだな、ちょっと奥行ってみようか。うん、あ、どうだろう。あー、刺さって、掴んで、あー、あー、そこは落ちてくれるんだ。なんか思いのほか変な感じで行ったけど、そうだな、どこ取ろうかな。奥の女の子いけないよね、海賊欲張っちゃう。あー、無理だな、残念。えい、あー、本当にあーだ。全種類プレイはしたけど、かなり台数残しちゃったね。でもリンクはゲットできました。結構手数かかった、ほんと。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。市松模様ってやつですね。兵士がいっぱいで守りはバッチリ。地面くんがワンポイントっす。こんな T シャツ欲しいっすね。そうだな、 T シャツ、そんなに欲しくないかな。みんなで大縄跳びチャレンジす。せーので、ジャンプ。この休み時間が終わるまでに連続30回応援してるっすよ。あ、みんなでね、一生懸命やる系はね、できた時の達成感がすごいよね。でもこれ、ゆうちゃんが明らかに身長高いからすごい大変そうじゃない。一番右のパタパタとか地面につくことなくずっと真ん中で浮遊してられるよね。とってもね、面白いデコリでした。はい、今日はね、ここで終わると思います。今日は練習台で、あ、そうだね、今日はチンクルの台をね、取り方を、ちょっとね、解説してみました。今までね、取れなかった方、ぜひともね、ああやってみて、入店して入ってチンクルの方に、R ボタンを押していくと、勝手に落ちてくれるみたいです。で、その後ね、練習行って小当たりでも当たって回収みたいな感じがベストかな。今日はね、練習台、ヤギの台でね、餌を掴むと結構そこそこ枚数取れるので、皆さんもね、たくさんゲットしてください。本番台ではね、リンクの爆弾台が相当きつかったけど、まあコンプできたので良かったかな。でも女海賊のテトラだよね、多分ね、最後やったの。テトラをね、取りたかったけど2手しかね、余ってなかったんで、ちょっとね、残念でした。またね、明日も、更新日でね、楽しくプレイしようと思うんで、よかったらね、また明日も見てください。それじゃあ、土の子でした。